確か3月ぐらいにエピソードイグニスのコンポーザーは誰にお願いしましょうかってすり合わせをした時に、最初に何名かをリストアップした時に一番上が僕は三田さんで、2番目が確かあれだったんですよ、ジョン・ウィリアムズ。すごいな、なんかすごいですねそれ。いやもう非常に光栄ですね。そのジョン・ウィリアムズの上に来れたから上にいましたよ確かに。一番印象に残ってるのは水田さんなんですか？僕ですか？いや僕3曲とも結構印象残ってるんですよね。でもイグニスのテーマを作った時に、でイグニスとはまあこういうキャラクターで、まあじゃあこれを楽器に割り当てて、イグニスというキャラクターをある一つの楽器にね、当て込んでちょっと作ってみようっていう話になった時に、あれは結構僕の中でもこれ面白いなと思ったんですけど、ソロバイオリンをそのメインとして、メロディーのメインとして添えるにはバックグラウンドのオケがあまりにも大きすぎて、これバイオリンのソロ聞こえるんだろうかみたいな、そういうなんかこうなんでしょうね、音楽的なちょっと心配もあったりとかして、でもあの静かなそのなんでしょう、心の奥底にあるそのイグリスの気持ちとか、こう戦ってる時の表の表現とかっていうのをバイオリン一本でこう、イグニスのそのね今回のゲームの中でマッチするようなものを結構フレーズで表現したりとかしてるので、結構その辺はうまくいったなというのもあります。まあでもなんかすごく自分の中でも結構一つなんか新しいチャレンジができたかなという感じはしてます。はい、やっぱり人が演奏することによってさらにこう魂が音楽に入っていくっていうか、そういったのがやっぱりこの収録の一番まあ醍醐味でもありますし、今回いろいろな冒険も実はしてまして、今回のテーマに沿って皆さんが一つの方向を向いてこう作ることができたんで、本当に何でしょうね、これほどレコーディングを終えてハッピーなのはなかなかないですかね。とっても満足しております。最初どうでした FF の。いやもうびっくりしました。びっくりしましたよ。やっぱりね、憧れの FF っていうのもありますし、やっぱりこう全世界的にこう知名度の高いゲームなので、まさか自分がやるなんて思ってもいなかったんで、僕らもあれでした、受けてくれるなんてまさか、まさか受けてくれるんですね。ちょっとびっくりしたのがまあ正直な感想 で、はい、でやはりファイナルファンタジーってなると、ね、やっぱり全世界の人が、ね、見て遊んだりするので、これは困ったぞみたいな感じにはなりましたけど、はい